はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょういやー、今回ついにね、こちら読みましたよ。うさみりんさんの、おしもゆですね。これはね、芥川賞候補の二つ目ですね。いやー、僕は直木賞をすべて読み、あと芥川賞は、これを読んだので、残り三つなんですけれども、いやー、あと10日ぐらいなんでね、読めるかなーと思ったんですけど、あの、これめっちゃ、 めっちゃ面白かったですよ。良かったね。あの、予想以上に良かったわ。ま、たいね、あの、芥川賞候補って、僕、どちらかというと純文学の方が好きなんで、なんでも面白いんですけどね <laughs>。でもね、体力使うよ。あの、僕ね、直木賞候補って400ページとかあるけど、あの、これなんか120ページぐらいしかないけどね、こっちの方が体力使うわ。いいところ食んですよ。心のね、ブレーって食うんですよ。ブーって食うんですよ。そこがね、苦しいっすね。 これね、早速、あらすじの方をね、言っていこうかと思います。あの、これ主人公は、あかりちゃんっていうね、女の子なんです。で、あかりちゃんは、あの、16歳の高校生ですね。あかりちゃんにはね、あの、推しがいるわけですよ。推しっていうのは、アイドルですね。好きなアイドルですよ。で、そのアイドルの名前がね、 まあ、さきくんっていうアイドルね、男の子なんだけど、そのね、まざまざっていうさ、グループアイドルに所属してんのよ。で、多分5人組なのかなって思うんだけど、なんかまざまざってさ、どうだろって思うさ <laughs> <laughs> スマップみたいなもんだと思うんだけどね。嵐とか、そううジャニーズ系かと思ったら、でもね、5人の中に女性とかも入ってんだよね。なんかね、5人のなんか男女混合グループなのかなって思うんですけど、そのうちの1人、まさきくんが大好きなんだけど、まあ、冒頭に、まさきくんがね、ファンを殴ったっていうニュースが流れるんですね。ファンを殴ってね、炎上してるわけですよ。主人公はね、どちらかというとそんなに動揺してないような気がするね。 どちらかというと客観的な目線で、まさきくんを応援してるんだけど、でもめちゃくちゃファンだから、グッズとかも大量に買ってるわけですよ。あの、CD とかも買いまくって。で、主人公は、ま、16歳なんだけど、ブログ書いてて、結構そのまさきくん専門ブログみたいなね、結構人気があるんだよね。同じファンからね、ここが良かったですよね、みたいな、ちょっとした交流があるんですよ。でもね、これ実生活がきついってい話なんだよね。 ここの帰りが一つテーマだと思うよ、やっぱり。そう、実生活はまあ高校生なんだけど、で、高校行ってんだけどね、もう勉強がね、わかんないの。多分ね、これね、LD を持ってんですよ、主人公は。まあ LD って言ったら、学習障害ですよ。 いわゆる発達障害の一つだけど、普通に喋ったりとかはできるんだけど、ただ勉強のまあ一部がもうできないし、結構忘れっぽかったりもするんだよね。メモかなんかにこれをするこれをするとか書くんだけど忘れたりするんですよね。小学校の時からそうだと。ね、漢字を覚えるって言っても、もう間違いまくったりとか、句を覚えるって言っても、句も覚えられないみたいな主人公なんですね。 だから学校ではもうねしんどいんですよ。なんか友達いるっぽいんだけど、でもちょっとついていけないんですよね。で、あと家庭ですよね。 これ家庭もきついね。あの、おばあちゃんがいて、おばあちゃんは一緒に住んでないよね、多分。で、で、お母さん、お姉ちゃんがいるんですよ。で、主人公がいるんですよ。お父さんはね、一人ね、なんか海外に転勤かなんかしてんだよね、これ。だ女三世代の話なんですよ。僕はね、よく言う女三世代の話ってね、ちょっとしんどいパターン多いんですよね。そう、例えば、まあ、前回だったっけの、直木賞の候補で、雲を紡ぐっていうのが、 あったりとか、もしくは、とこれも同じく、直木き小高の銀河の蔵っていうのも女3世代の話で、女3世代の話ってね、結構女同士の悪いところがバーって出ちゃって、ベタ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 くっつかれるわけよ。やっぱり、あの、お姉ちゃんとお母さんに、ね、ベタベタくっつかれて、その、そんなに家庭環境もよろしくないと。だから現実は主人公にとってもしんどいっていうね。めちゃくちゃしんどいですよ。でも、精神的にはですよ。 結構ツイッターとかね、SNS とかの話題が出てくるわけ。インスタライブとか。ね。そこに関しては主人公は生き生きしてるっていうか、その、のめり込むっていうかね。そこでは潤滑なコミュニケーションとかできるんだけど、みたいな話なんですよ。結構ね、しんどい。ちょっと苦しい感じがある。そこの帰りですよね。 これ一個面白いのはやっぱ推しの存在だよね現実がめちゃくちゃ苦しいんだけど推しがいるからこの子は頑張れるってとこなんだよねでちょっとでもねこのパターンで言うとちょっとでもねなんか理解してくれる人が一人でもいるとねもう楽になんですよ信仰はでも誰もいないのよ理解してくれる人なんか誰もいないのでお父さんなんか帰ってきて途中ででお父さんとお母さんにどうするんだ将来どうするんだって言って どうして何もしていないんだとか言われんの。で、大体理解してくれないパターンで言うと、どうしてお前は何々なんだっていうんですよ。どうして構文みたいなのがね、やっぱあるんですよね。例えば、どうしてお前はそれができないんだとかね。言われた時に、でも自分だってわかんないじゃない例えば、くくとか、例えば勉強とかね。 なんか、ちょっと、覚えることとかできないでしょ主人公はね、できないんだけど、どうしてお前はできないんだってずっと言うんですよ。でもね、どうしてって言われても、本人もわかんないから答えられないんですよね。で、答えたら答えたで、また向こうがわーって言ってきたりするんですよ。だから、コミュニケーションがね、ちょっと断熱しちゃってんですよね。どこ、どこもかしこも。で、それがうまくできてんのは、ブログの中とか SN、SNS とかだけなんですよね。個人的にね、ちょっと思ったのは、 主人公ってその肉体のね話を結構出すんですよ。いわゆる身体的な話ですよね。いわゆるその女性性みたいなところの問題がいくあると思うの。これめちゃくちゃ簡単に言ってるというか、よくある解釈通りに進めばですよ、これ。ね。あの、結構この中でも、なんかね、ちょっとした性教育の話とか、あと生理が来るみたいな話とかね。あと物を吐いたりするシーンもあるよね。 結構その、虚食過食とかの部分には入ってくるか来ないかとかいうところで、結構ね、やっぱ主人公は肉体っていうのがしんどいと。ね、よくよく出てきます。重力から解放されたいっていう気持ちがずっとあるんですよね。それやっぱりブログとかではうまくいって、SNS とかではうまくいっているが、現実という、まあ、地面に足をつけての生活っていうのが苦しくて仕方がないから、そこから上、一歩上にね、いわゆる精神だけ、 の存在、肉体を捨てて精神だけの存在になるっていうのが、ね、一つ楽なんですよね、そっちの方が。それはね、推しのちっちゃい時の話っていうのが、やっぱ象徴的ですよ。っていうのは、推しをね、初めて見た時、主人公は4歳の時で、推しが12歳の時に推しと初めて会ったわけですよ。会ったって言ってもテレビの中でですよ。その時に推しは、 ピーターパンの姿だっていう話なんですよね。これがもうやりすぎだろって思うぐらい僕象徴的だと思いますよ。なんでかっていうとピーターパンって空飛べるからね。これ表紙だって主人公があのちょっと浮いてんですよね。これい糸かなんかね,ねチュー宙ぶらーになってんですよね、主人公が。これはもう明らかに現実に足をつけられないとか、つけていないとかいう象徴の絵だと僕は解釈するんですけど、だからピーターパンへの憧れが一つあるんですよね、主人公。 だから最後やっぱいいよね。最後のシーンがめちゃくちゃいいんですよね。も、ま、う、あ、言わないけど、やっぱりその、綿棒のシーンとかがやっぱいいですよ。綿棒をああするとか、こうするとかのシーンが良くて、ああ、最後にこれ持ってきたかと思ったね。いや、これね、芥川賞の点数的に言うとね、結構僕いいと思うんですよ。87点ぐらいだと思います。めちゃくちゃ面白いし、もうぜひ皆さんにね、読んでほしいと思うんだけど、 ちょっとやりすぎてんじゃねえかって思ったりするな。そうね、身体性の問題ってね、ちょっと古くないかって思ったりするんだよね。その推しとか、そのアイドルとか SNS とかの、そのオタク的な要素っていうのはちょっと新しいですよ。ただそれと比較して、身体性の問題ってちょっと古いような、昔からあるテーマだから、例えばあの、スバル文学賞で言ったらさ、 あれ誰だっけ松本祐子さんの、漂食症の明けない夜明けとかさ、まあ、だいぶ古いやつだけど、とか、高尾長田さんの肉ごっちゃとかも、結構そういう女性性と身体性みたいなのが引っ付けて語られてる小説でしたけど、そこがね、ちょっとよくあるパターンじゃないかって思っちゃったね。面白いんですよ。面白いし、現代風にアレンジされてはいるんですけどね、女性性、身体性、 で重力からの解放からの、いわゆる男性性の方にキーみたいな解釈がされやすいパターンじゃないの。まあ僕みたいにそう解釈するやつがやっぱいっぱいいると思うんだよね。よくある解釈だけどね。これは。本当によくある解釈で、その解釈されてしまいがちな小説じゃないのかな。だそこがいいよ。そこの表現はめちゃくちゃ効くんですよ。僕も、ああ、いい表現するなとか思うところは多い。とても多い。 苦しい小説ですよ。とても苦しい小説だよね。あ,あの、推し万歳みたいな小説じゃないもんね。逆に推しがいなかったらこの子は死んでるみたいなぐらいの小説ですよ。だけど、後半、ね、推しがとある何かがあって、主人公はどうするかっていうね。まあ、ある種、あの、破壊と創造って言ったら、これこそよくある言い方だけど、 まあ再生のね物語というかね一歩ずつ主人公も進まなきゃみたいな話ではあるけどねいや面白かったとても面白かったですようんとてもやっぱ面白かったと思いますねはいまあ、他のちょっと芥川賞もね読んでいこうかと思いますはいまあ、そんなところでまあ今回は終わりです高評価コメントチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますそれ、えー、ではつかっちゃんでしたバイバイ